こんにちは、エビ川一三です。バチコリ射精したいぜ。ということで今回は放送禁止 CM 見ていきたいと思います。まあ最初はテレビで流れてたんですけど、いろいろ苦情をいただいたり、なんかトラブルがあったりして、放送禁止になってしまった。そういう CM たちを見ていこうということで。放送禁止っていう単語、なんかそそるよね。中学生でしょうか。いいえ、24歳男性です。こんな24歳にはなりたくなかったね。ということで早速放送禁止 CM 見ていきましょう。レッツゴー。3、2、1、YO! サンディエゴ。OK! で、今回見る動画はこちら。放送禁止し、うんちゃぴしゃ。放送禁止になった CM 集。ローカル CM 編。ローカル CM ですから、知る人と知る地元の CM みたいな。ローカルの CM で放送禁止になるっていうのはなんかちょっと闇が深そうですよね。見ていきましょう。もしもトランプが大統領に再選したらについて、できる限り調べてまいりました。久しぶりにウクライナ関係以外です。こういうのでテンション上がりたかったよ。24歳だったら。スタート。高校最後なんどかよ。ミカとパパの物語。あ、これなんか見たことある。エッチやねー。ブルーマー。これ禁止ですわ。ローカルで何しようねん。全国で流しとけや。ミカとパパの物語、秋なんてもう完全にこれ、P カツさんやってるじゃないですか。実 P じゃないよ。これは良くないですね。これ禁止になりますわ。高校最後なんどかよ、パパ。ミカいい思い出にしたいな。最後のブルマン姿ビデオで残せたらな。なんちゅうエッチな JK や。ビデオカメラあったらビデオが安いの、パパ買って。いろいろ安い朝日動カメラ。いろいろ安い朝日動カメラ。このいろいろ安いもね、別の意味に聞こえますから。このブルマー JK が安い女っていう意味でも捉えられますし、朝日動カメラ何しよんねんお前。ベネッセ、ベネッセ、あ、チューして、うん、チューしていいじゃん。子供にチュー。なんでー、これも見たことあったけど、なんでお前らがチューするええー、って。生々しい。一人子供産んだ後の夫婦のチュー。生々しいね。幸せ。かもね。やかましいわ。十分だろ。子供生まれた後も夫婦仲良しで。かもじゃないだろ。幸せだろ。それは高望みすんなって。ママは大きなキッチンが欲しい。私は可愛い庭が欲しい。おう。いい CM じゃないっすか。みんなの夢を形にしよう。ママも。パパも、おばあちゃんも、家族みんなで行こう。休み日ハウジングパーク。家族みんなの夢を素敵な形にしよう。休み日ハウジングパーク。いい CM ですね。家族みんなで。ジジイおらんな。ジジイ死んでるな。これ多分世のジジイから苦情来たんでしょうね。ジジイおらんやんけって。絶対そうでしょ。お？お、まただ。大丈夫これ。次こそジジイ来いよ。うん。おお。各家族。多分これババアからもクレーム来たんや。ババア消したら今度はババアからもクレーム来たんや絶対。うん。ああ、これはダメだよ。不倫や。伊勢のお土産、薄焼きエビせん。悲しい悲しい CM。ダメだよ。不倫推奨させるような CM しちゃ。昼ドラのノリで CM やっちゃあかんのかね。全国の主婦が厳しいんですかね。昼ドラはいいけど CM はダメよ、みたいな。難しい。あ、やばいやばいやばい。お姉ちゃん、なんで剃ってんの。引っ越しで、すっきり。なんでスッキリの表現他にあったろ。そらんでよかったやん。よりによって女性。これ男性だったらクレーム来なかったかもしれないですけどね。これ女性からのクレームやばかったと思いますよ。女さんは男女平等って言いつつめちゃめちゃ女守るんで。ゆきちゃんね、天然なのになかなか信じてもらえないの。信じまーす。信じさせてください。むしろください。いい CM じゃん。何がダメなの今のところ全くわからんね。もう本当に天然だぞゆきちゃん。プンプン。天然天然の雪です。信じてください。ゆきちゃんと雪をかけた CM ね。バカだな。頭悪いな作ったやつ。けど僕は好きですよゆきちゃん。信じてください。五ヶ瀬ハイランドスキー場。おお。ゆきちゃんね。あ、またゆきちゃん来た。ふわふわしてるって。ふわふわしてるね。五ヶ瀬のパウダースノーもふわふわしてるみたいだにゃん。ああ。素晴らしいですね。ふわふわパウダースノー。いやでもこれちょっとパウダースノーっていう単語が良くなかったんじゃないですか。僕パウダースノーって聞いたらコカイン連想します。ちょっと一部のカングリミンがクレームした可能性ありますよね。ふわパウダースノー。五ヶ瀬ハイランドスキー場。ふわ
またゆきちゃんだよ。めっちゃ擦るやん、ゆきちゃんで。あ、そういう意味じゃないっすよ。伝われ。ふわふわ感。雑いな。もう雪って単語すら入れてないから。もうこれただの胸ふわふわさせたる女の子のふわふわ感伝われって言ってるだけですから。雪入れなきゃダメだよ、さすがに。これただのオッパブの CM です。セハイランドスキー場。もういいってゆきちゃん。スキーもスノボも楽しめる。コカセハイランドスキー場。うん。もうええー、ゆきちゃん、ゆきちゃんばっかや。ありがとう。なりましたか。しつこいわ。しょうもしつこすぎるわ。最初は好きだったよ、ゆきちゃん。ここまで来るともうええわってなりますよね。性格なんありだったけど、まあセフレならええやって思ってたけど、回数重ねるにつれてちょっとしんどくなってくるみたいな、飽きてくるみたいな。ゆきちゃんはセフレや。だからダメなんだ。恋人にはなれないもん。こう超かっこ、こう超かっこ。かわいい。何の宣伝も入れてない。お前の感想や。コカセハイランドスキー場。うん。お？まあ！もうええて！もう飽きてるってみんな！この動画見てる奴らも飽きてるから、ゆきちゃんのこと。そろそろマジで切れそう。いや、今実際ね、ここにゆきちゃんがいてね、パイ釣りさせてくれるんだったら許しますけど。コカセハイランドスキー場。ようやくこう。ああ！ゆきちゃんじゃないと思ったら、五ヶ瀬ハイランドスキー場だった！この女も五ヶ瀬ハイランドの手先や。やめろってお前！五ヶ瀬ハイランドスキー場って、確か、エッチな CM 流してたとこだよね。そうだよ。その説は。わざわざ言わなくてよかったんじゃない？多分見てない人もいるだろうからさ。でももういいよ、五ヶ瀬ハイランドスキー場。マジでいらない。もう五ヶ瀬ばっか！ずっと五ヶ瀬！ああ、五ヶ瀬！ごかせ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 で終わったー。8分の動画2分目からずっとごかせハイランドスキー場。最後はこちらの札幌一番放送禁止 CM 田代正史、こちら見ていきましょう。なんで放送禁止になったかはもう一目瞭然ですね。捕まったんでしょ。この CM が放送されてすぐに捕まったんやろ、田代が。まあまあ回しを見て終わるか。やっぱ田代は見たいよね、インスタと。うわタシロや、タシロじゃー、わけー。やっぱタシロの顔見ると元気になれるわ。タシロがかわいそう、子供。一緒に出た子供がかわいそうや。3、2、1、YO! 股関節 OK! ということで、タシロでした。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回のタシロマスシでお会いしましょう。さよなら。 See you next time。 今日の石日記。さあ、やってまいりました、石日記のお時間です。今日紹介する石はこちら。持って帰ったのか誰かからもらったのか忘れたんですけど、家にあったんですよ。めっちゃ綺麗じゃないですか、卵みたいなシルエットでね。これは可愛い石ですね。ちょっと分かりづらいですけど、ラメっぽいのもついててすごいキラキラしてるんですよ。こちらの石、名前が白くて光ってるので白濁石ですね。はい、濁ってんな。まあいいや、これ白濁石です。念のため一応食べてみますね。あー、ちょっとイカ臭いっす。ということで、今回の石日記でした。さよなら。